私は林美也子、20代後半の主婦だ。お前に家を任せたんだ。仕事は俺が頑張るから家事を頼んだ。分かった。夫の強い希望で結婚を機に夫と同じ会社をことぶき退社して、私は以降専業主婦として家事全般を頑張っていた。夫の正はとにかく食べることが大好きだった。しかし他人がいると気が散るからと外食を嫌う人だった。そして出前も届く頃には冷めているという理由で食べるのを嫌っていた。コンビニ弁当やレタルタなども絶対に食べなかった。なので私は夫のために料理を一生懸命に頑張っていた。今日は正さんの好物の金目鯛の煮付けです。食にいつも真剣に取り組んでいる夫の決定に従い、冷蔵庫に採点評価ボードというものを設置し、いつも夫に評価してもらっていた。今日もダメだったか。ボードには今日出したメニューの横に点数が書かれており、その下に総評がいつも書かれている。ちなみに今日の総評は全然満足できない、食べ物で遊ぶなと書かれていた。普通の人の感覚なら私たちのやっていることはおかしいと気づくものだけど、この時の私はもっと頑張らなきゃという気持ちの方が強く、2チャンネル用語で言うエネミーだったのだ。実際にうちの両親も父が母の料理にイチャモンつける人だった。育ってきたのもそんな環境だったせいか、男の人はそういう生き物だと考えていた。明日はもっと頑張ろう。結婚1年目を過ぎても夫から合格点が出なかった私は料理教室に通おうと決意した。夫に打診してみると面倒くさそうな態度で返答があった。別にいいけど家事をおろそかにするなよ。分かってます、両立はします。あと俺を当てにするなよ。お金は出さんぞ。お前の力量不足なんだから自分でやれよ。わかりました。料理教室に通い始めてからそれなりに料理の腕は上がり、レパートリーも増えたし、しかし夫からの満足の言葉は聞けなかった。もっと頑張らなきゃ。私は料理教室も続けつつ調理師学校にも通った。そのおかげか旦那親族が集まる宴会では親戚一同から大絶賛の嵐だった。それでもまだ夫を満足させることはできなかった。調理師学校を卒業してその後は和食料理屋で修行させてもらった。あまりにも夫に褒めてもらえないことが悔しくなり、この頃は半ば意地になっていたのかもしれない。え、普通にプロ級の味だよ。これを美味しくないって舌がおかしいんじゃない？病院連れてった方がいいよ。すごいね、和食屋で修行してるって聞いたけど、あと必要な資格さえ取ればすぐに料理屋開けると思うよ。友人も卒業してからも親しくさせてもらっている調理師学校の先生からもすぐに店を出せるレベルだと太鼓判を押してくれた。しかしどれだけ頑張っても夫は満足しなかった。総評、これを美味しいと思ってるなら病院行け。総評、教室や学校に通っても何も変わっていないのが逆にすごい。総評、妻失格。私はもう体力的にも精神的にも疲れ果てていた。しかしこの数日後、私の運命を変えるきっかけに出会ったのだ。同じ和食料理屋で修行していた板前の林さんについポロッと弱音を吐いてしまった。私の何がダメなんでしょうか。どうしたらいいのかわからないんです。あのさ、美也子さん、はっきり言っていいかい？はい、何でしょう？はっきり言って、旦那さんがおかしいと思う。でも夫は外食が苦手で私が料理を頑張るしか。君は旦那さんの伴侶で家政婦じゃないよ。僕個人の意見としては、もう一度今の現状と夫婦間のあり方というのを見つめ直した方がいいと思うけどな。林さんの言葉に思うところがあり、私は今までのことを思い返していた。そして夫婦間のあり方について夫に話を切り出してみることにした。しかし夫の反応は思った通りだった。話があるんです。私たちのこれからのことについて話したいのです。あ、俺仕事で疲れてるんだよ。お前との話なんかない。いちいちそんなことで話しかけてくるな。あなた、私とのこれからのことについて考える気はないということですね。何がお前とのこれからだよ。お前は今まで通りにまずい料理作って楽な専業してればいいんだよ。ダメだ、この人とはもうやっていけない。
夫の態度と言動でやっと目が覚めた気がした。私は荷物をすべてまとめ家を出た。両親がどちらも奇跡で、行かあてのない私を修行先の大将とおかみさんは優しく出迎えてくれた。今までよく頑張ったな。いくらでもゆっくりしていきなさい。やっと決心したわね。離婚に向けての行動なら全力でサポートするから安心しなさい。大将、おかみさん、ありがとうございます。私は二人の前で涙を流し、たくさん泣いた。そしてお店の常連さんに弁護士さんがいるということで、そちらにお世話になることにした。費用は大将が出世払いでいいぞと太っ腹に出してくれた。おい、いい加減帰ってこないと。お前の帰る場所なくすぞ。いいのか。あとは弁護士さんにお任せしているので、そちらからどうぞ。うちを出て1週間後、夫からそんな連絡が来ていたけど、短く返信をして、あとはブロックした。幸い夫は私がどこの和食屋で働いているのか知らないので、突撃されることはない。1年後、揉めに揉めたが無事離婚が成立。夫が私にしていた行為の証拠も集めてあったので、慰謝料も300万円一括でもらった。私はそのお金を元手に小料理屋を開くことにした。でもあったし、協力してくれる人もいて、本当に人の温かさを感じた。いらっしゃいませ。どうぞごゆっくりしていってくださいね。オープンした当初はいろいろと不安があったけど、順調にお店を営んでいき、開店1年後には常連さんもついてくれるほど繁盛していた。お店を開いてから1年半後のことだった。のれん、片付けてくるね。そう言って外に出ると、見覚えのある人影を見つけた。よく見ると、見た目がボロボロになった元夫がそこに立っていた。みやこ、みやこだよな。ここ、お前のお店が立派になったな。私が絶句していると、元夫は勝手に自分の近況を話してきた。俺さ、会社辞めちゃってさ、俺行くとこないんだ。俺にはもうお前しかいないんだよ。なあ、そろそろお前の頭も冷えたろ。いろいろ回り道したけど、俺たちはまた夫婦としてやっていけるよ。みやこ、やり直そう。お前だって俺のためにお店開くまで頑張ったんだろ。久しぶりにお前の手料理を食わせてくれよ。あまりの身勝手さに腹が立ったので、厄介なお客様用のにっこり作り顔で言い返した。今していた身の上のお話、それは大変でございましたね。ご愁傷様でございます。しかし人生とはいろいろ、これから生きていけばいいことありますよ。私もいろいろとあった身ですが、今はいい主人にも出会えて、たくさんの優しい人に出会えて関わらせていただいて、今とっても幸せですもの。どうぞ諦めず頑張ってください。お店の料理を食べたいとおっしゃっていましたね。あなたを満足させる料理はここのお店にはありませんよ。あなたが満足するものを私は作れませんし、作る気もないです。美味しいご飯が食べたいならよさへどうぞ。お前、俺を見捨てるのか。はい、見捨てます。どうぞお帰りくださいませ。私のことを心配してくれた夫が調理場から店の表に出てきてくれた。すぐに現状を察した夫は対応を変わってくれた。お前は誰だよ。ここは美和子の店だろ。申し訳ございません。お帰りください。何か勘違いされているようですが、ここは僕のお店ですよ。店の名前も愛する妻の名前から取って名付けたんですよ。いいでしょう。それと美和子の手料理が食べられるのは夫の僕だけですので、お客様のあなたには一生食べることはできません。お店に迷惑をかけに来るつもりなら、きちんと叱るべき対応させていただきますよ。ふざけるなよ。お前は黙って俺の言うことを聞いてればよかったんだよ。元夫は半べそをかきながら走り去っていった。ごめんね、みやこの店だなんて言うとあの人またしつこく来そうだと思って。大丈夫よ、あなた守ってくれてありがとう。心の中では元夫の現状に留飲が下がったのだった。それからいくつも季節が過ぎ、現在知り合い経由で元夫の近況を聞いた。いい加減家事してくれよ。なんで俺がやらなきゃいけないんだよ。知らないわよ。じゃ、私遊びに行ってくるから、あとよろしく。おい、ご飯は？外食でもすれば？
出前もあるしね。いい年したおっさんなんだからご飯くらい自分で勝手に食べれるでしょ。おい、いい加減に。あ、何よ、文句あるの？お父さんに言いつけるわよ。あなたは私の言うことだけ聞いて働いてればいいのよ。わかった？専務の娘と結婚してるなんてスペックを手に入れてるんだからありがたく思いなさいよ。じゃあね。なんでこんな目に。やっと見つけた再就職先で週らしく仕事を頑張っていた元夫、専務に気に入られ別会社で働いている自分の娘との縁談話を打診され、お見合い、トントン拍子に縁談がまとまり、専務の娘と再婚、人生最高の再スタートを切れたと思いきや、料理や家事もしないどころか家庭そっちのけで独身時代と同じように休みまくる始末。ブランド大好きな浪費家、気に入らない人に嫌がらせも悪口もしまくる言いまくる女性だったそうで、俺の人生こんなはずじゃなかったのに。料理もしないものだからご飯を自分で調達しなければならなくなった元夫は、現在あんなに嫌っていた外食やデリバリー、コンビニ弁当を食べる羽目になっているという。しかも私にやっていたことを今度は自分が再婚相手にされているようで、まあ因果応報としか言いようがない。いらっしゃいませ、おかみの美代子です。どうぞごゆっくりしていってください。一方私の近況はというと、相変わらずお客様との関わりを楽しみながらお店を切り盛りしている。いろいろな人と関わり、いろいろな人の優しさと人情に触れ、いろいろな人に支えられながら私はここまで人生を歩んできた。この小料理屋美代子は私を助けてくれた人たちの思いを乗せた大事なお店、その人たちに恩返しをしていきながら、これからも私は自分の人生を生きていくのだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。